はい、どうもこんにちは、マルソクの野村です。今回ですね、ちょっと安全の話でですね、ゴエス運動ちょっとやってみたいと思います。ゴエス運動はあれですよね、工事現場とか行ってる人だったらよく、まあ、こんな幕とか看板とか見かけるんじゃないかと思うんですけどね。結構私ゴエス運動、まあ、ゴエス活動、ゴエスって S が5個あるんですけど、ゴエス言えるかって言うとですね、まあ、結構言えない人が多くて、まあ、完璧にスラスラと言える人っていうのはなんかちょっと安全に詳しい人かなという感じではあるんですけどね。ゴエス一つ目、整理ですね。整理、そして整頓、清掃、清潔、これで、5S ですね。で、このしつけっていうのが、これちょっと前に新しく書いたんですけどね、その前まで 4S 運動つって、整理整頓、清掃、清潔にしつけが加わって、今 5S 運動ですね。っていうように、なってます。で、これ何が安全なのかっていう話なんですけど、まあ、整理っていうとあれですね、いるものとかいらないものとかを仕分けして、いるものは取っとく、いらないものは捨てるとか、まあ、なんかそんなようなイメージですね。整頓っていうと、まあ、必要なものが必要なところにこうあるように、まあ、ちゃんと置き場所決めてやるとか、まあ、清掃はそのまんまですね、きれいに掃除しておきましょう。清潔っていうと、これもあれですね、汚い作業着ずっと着てるとか、まあ、ちょっと食べたものとかちょっとそのままにしてるとかっていうのと、しつけっていうのは、まあ、そういうことをちゃんと守るようにやっていきましょうよっていうことだと思うんですけどね。どうですかね、ゴエス、まあ、何が安全に還元してるのかっていうとちょっと分かりにくいかなと思うんですよね。まあ、これですね、まあ、例えたら、例えば自分の部屋、まあ、皆さんギリにしてるかわかんないですけどね、自分の部屋に漫画やら雑誌やらわーってもうその辺に置いてあって、もう足の踏み場もないみたいな部屋に住んでる方、まあ、男性の方とかいるかもしれないですけどね、まあ、そんな中に例えば画鋲が1個落ちてたら、あなたはそれに気づきますかと、まあ、例えばね、そういうことだと思うんですけど、いや、その乱雑になってる現場とか、そうですね、もう危ないものっていうのがもう分かりにくい、まあ、そんな形になってるっていうことをもう避けなきゃいけないと、まあ、例えば木の板とかそのようにわらわら転がってるのをみんな踏みつけて歩いてるような現場では、その板に刺さってる釘に気づかないで踏み抜いて足に刺さってしまうとか、まあ、物が乱雑に置いてあるところでなんかやってたら、まあ、例えば風に吹かれて道路に何かが飛散してしまうとか、まあ、そういうことが起きないようにですね、現場の方は、きちんと整理整頓清掃清潔っていうのを守ってですね、それをちゃんと繰り返しルールが守れるようにしつけを行うというような形でですね、ゴエス運動っていうのを推進していると。皆さんどうですかね、これゴエス運動ってプライベートだとなかなか難しいかなと思うんですよね。特に工事現場にたくさんいるおじさんたちは、整理整頓清掃清潔しつけなんて
考えたこともないような生活をしている人も中にはいるかな。私もこれ全部苦手ですね、まあ、そんな人たちが集まる中だからこそ、まあ、きちんとこの防衛運動を浸透させてやっていかないと、危険なものが現場で分かりにくい状態になってしまって事故につながるというような感じになってしまうと思います。逆にこういうことをしっかりできてれば、仕事もやりやすくはなると思うんですよね。会社の中とかでももうぜひ現場に行かない人でもね、こういう整理整頓、清掃清潔しつけっていうのをですね、事務所の中でのルールみたいな感じで推進してていただければ、まあ、より良い職場になるんじゃないかと思いますので、まあ、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。